関金町は、かつて、鳥取県東白郡に属していた町。2005年3月22日に、倉吉市と合併し、自治体としての関金町は廃止された。倉吉市関金町となった。町名は、関金温泉にちなんでいる。関金温泉は1877年に金谷村、湯関宿が合併した際に成立した合成地名である。大仙の登録。 昼前三山の北陸にあり、東流する小鴨川の流域である。かつては、関金町役場のほかに、関金町役場山森支所があったが、山森支所は2002年4月1日に廃止された。そのため、住民票、戸籍、納税証明及び印鑑登録に関する証明の発行業務を山森郵便局に委託するようになった。 山盛地区では、関金わさびが生産されている。戦前から、山盛地区は、わさびの一大産地であったが、1959年の、伊勢湾台風の際に栽培施設が全滅した。行政側は、災害保障の党を用意したが、税務調査につながることを嫌った栽培者らが自力で、施設を復旧させた。関金町倉吉市中学校組合立鴨川。 中学校関金駅の駅前通りかつて、倉吉線が関金町を通っており、町内には3駅が設置されていた。倉吉線は1985年に廃線となった。ありがとうございます。